どうだ、ティオ。悪い予感が時、空、幻、どうや総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋ってことは、あの得体の知れない化け物ども。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。さてと。はい、行くぞ。任せて。行きます。行くぜ。よし。だったら俺たちの道を開いてくれた人たちのため、そして俺たちの帰りを待って、その神器臭い幻想を叩き壊して、もう誰も辛くて悲しい。ロイドさん、たく熱血野郎。ま、今回ばかりはそいつに私も敵は全てを影から操っていた、得体の知れない。でも今の私たちならきっと届くことができるはず。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、これより事件解決のため強制せ。ここは、そっか、おじさんたちに挨拶して荷物を置く。それであなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも。いや、ちょっと寝不足だった。なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。色っぽい女子どもに迫られて。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードで凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃありがたく。ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど持って。しかしそういうことなら、今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね、ここ 2,3 年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、
ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため、諸外国から宮が集まりやすい傾向にあったのじゃが、一昨年の不戦条約以来、その流れが加速したようでな。莫大なミラの投資対象として、デパートやらオフィスビルやらが次々と。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるように。あら、ごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし、それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう、うん、若いのに分かっとるな。それに引き換え、最近の政治家どもときて、やれ帝国派だの、やれ共和国派だの、もはや信頼できるのはマクダイル首相しかおらん。おじいさん、ごめんなさいね。この人と来たら政治の話。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。おお、前さんもクロスベルタイムズの多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く。少し実習行政の問題点に突っ込んでほしいところだが。なるほど、やっぱりいろいろあるみたいだね。の、あれから3年。セシルネートは何度か動力通信で話している。兄貴、セシルネ、俺やっと帰ってきたよ、クロスベルに。数えていく。
ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しく。あれ、そっちの建物は？去年オープンしたばかりのオーバルスト。最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。帝国製、共和国製、リベール製。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだと。動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走って。へえ、それは便利になったね。そうか、残念ね、そこまで変わったんだ。さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。な、うん、せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうするの。さあさあ、何事も初めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住む当てはあるのかね。東通りでよければ下宿先。なあ、気持ちはありがたいけど、寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。ははあ、そうじゃ。私たちは東通りの外れ、何か困ったことがあったら。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまた。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街並みじゃ浮いてるよな。さてと、そろそろ時間だ。特務支援課、警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。クロスベル警察、前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。こんにちは、ようこそクロスベル警察へ。どのようなご用件でしょうか。あ、いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、でもおかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど。その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。
それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど、あのどちらの部署に配属される予定なんですか？はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？あれれ？そんな部署ありましたっけ？あの、ないんですか？ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。おお、来やがったか。フラン、こいつは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。あ、なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちになくなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい、他の連中を紹介しよう。え、あ、激しく不安だ。あら、おっと、おいでなすったようだな。待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ新人。あ、いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした？名前と出身だけでいい。ロイド・バニングス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。おっす、俺はランディ、ランディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。どうも、ティオ・プラト、レマン自治州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長？なんだ。特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ、いいのかしら。ま、口
やかましい先輩がいないってのはありがたいね。なんだこの状況、なんだか申し訳ない、不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末、そんなものまで実用化されているのか。ああ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども、この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。ここは駅前通りの外れ、一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろう。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おい、どういうことっすか。お前たちの総合能力および実践テストのためだ。ジオフロントナイフはそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを相当しながら一番奥まで行ってもらおう。なるほど、実践テストか。まあ、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか。警備隊じゃあるまいし、捜査官の仕事じゃないですよね。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。え、詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、通称エニグマ、ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやる。面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか。ねえ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。それじゃあ一通り魔獣を掃討したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。捜査官としての正式な資格を持っているのはお前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。ははは、押し付けられちまったな。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、よろしくお願いしますね。いや、呼び捨てでいいよ。見たところ年も近いみたいだし。そう？ちなみに私は18だけど。ああ、それなら同い年だ。あなたたちは？
俺は21だが堅苦しいからタメ口でいいぜ。よろしくな、ロイド、エリー。ええ、こちらこそ。ああ、よろしく頼むよ。それで君の方は14ですか、問題が。いや別に問題があるわけじゃって、14歳なんだ、見た通りの年ってわけか。驚いた、そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官でも16歳以上だったはずだし、日曜学校も卒業していない子がどうして警察なんかに。正確に言うと私は警察官ではないです。エプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。エプスタインって、いやさっきの戦術オーブメントの。そう、なるほどね。ここ数年クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど。動力ネットワーク計画ですね。そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。これです。それは機械仕掛けの杖。オーバルスタッフといいます。この新武装の実践テストのため私は財団から出向しました。ロイドさん、ご理解いただけましたか。ちょっと待ってくれ。もしかしてその杖を使って君も戦うのか。捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。実践テストのために出向したと言いましたが。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど。わかった、すまないジオ、気分を悪くしたら謝るよ。別に、あなたの反応は常識的だとは思いますから。ところで私の武装はこのオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか。ああ、それじゃ俺の獲物はこれだよ。こいつさ。それは警棒の一種。トーファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも防御と制圧力に優れているらしいが。なるほど、警察官らしい装備ね。いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリーとランディの獲物は。私はこれね。はい、動力銃。少し古いタイプですね。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。お、自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。こいつだ。それはずいぶん大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタンハルバードだ。ちょいと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど、ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあそのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれんな。あのさ、とぼけた顔して結構したたかそうだったし。そうですね、私のオーバルスタッフの性能は
おいおい説明するとして、先ほど支給された戦術オーブメントの性能を説明しますか。いや、大丈夫だよ。見たところ、使い方は従来のものとほとんど変わっていないみたいだし。まあ、そうですね。どちらかというと、今回のバージョンアップは別機能の追加が主ですし。別機能って？まあ、現時点では関係ないので、あまりお気になさらず。微妙に気になるけど。それじゃ、とにかく中に入ってみよう。まずは安全に、気をつけて進んだ方が良さそうだ。え、そうね、了解です。んじゃ、行くとしますか。ここがジオフロント。話には聞いていたけど、こんな場所が都市の地下に広がっていたなんて。ああ、たまげたな。中世の地下水道あたりが残っている場所かと思ったが。データベースの記録によると、20年前の都市計画と同時に建造が開始された場所らしいです。上水道、下水道、ゴミ処理施設に加え、動力ケーブルや各種プラントなども後から増設されたようですね。いや、これは確かに予想外の場所だったかもしれない。しかし、この上は確か中央広場あたりになるのだよな。その下に魔獣が徘徊しているのか。普段は封鎖されているため、都市に現れることはありませんが、たまに工事現場の作業員の方々が襲われて怪我をすることもあるようです。ですが現在、警察の方では対処しきれていないみたいですね。そうか。そのための特務支援課ということかしら。ま、それならそれで分かりやすくていいけどな。状況は分かった。捜査官の役目かどうかはともかく、必要な仕事であるのは確かだ。テストであるかどうかは別にして、きちんとやり遂げておこう。ほう、真面目だね。でも、確かにそうね。一つ一つ基本を確かめながら、確実に進んでいきましょう。了解です。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばいやばい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー、わかったわ。いや、あ、まだまだいける。私の番ね。はい。俺の番だな。えっ、任せろ。はい。あっ、
俺の番だな。ふん、任せてくれ。エッディア、私の番ね。任せて。さてと。おっしゃ。ふん、任せてくれ。やっディア、さてと。さて、そこ。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい、俺の番だな。エッディア、さてと。さてと。任せろ。ずい、任せて。さてと。えい、よし、えいっと。まだまだいける。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい、任せて。さてと。よし、やっは、任せろ。ずい、任せて。そこ行きます。そこです。任せてくれ。俺の番だな。おととい来やがれってな。こんなところに地上に出るはしごが。これはマンホールのようですね。データベースには記載されていませんが。なんで開きっぱなしなんだ。さあ、管理している視聴者が閉め忘れたのかもしれないわね。後で連絡を入れておいた方がいいかも。そうだな、そうしようか。さてと。俺の番だな。ずい、うん、私の番ね。よし、セット。はい、そこです。任せろ。ずい、まあこんなもんかね。速攻で蹴りをつける。はい、えい、俺の番だな。おっしゃ、えい、行くぞ。はい、はっ、
急ぎましょう。ちょっと終わらせるぞ。任せて。俺の番だな。セイハッ。お返しよ。さてと。はっ。敵集団撃破しました。私の番です。あよし、セイディア、ここだ。あちょろいぜ。行くぞ。始めましょう。私の番ね。任せろ。チャンスです。えい。よし、えいっと。任せて。行くぜ。あ、さてと。俺の番だな。任せて。行きます。えい。行くぜ。
そこだ。行きます。エニグマ駆動。それありがとう。私の番です。えい、行くぞ。セイハ、まだまだ行ける。この声は子供の泣き声。おいおい、どういうことだよ。確かジオフロント内部は封鎖されてるんじゃないのか。私に言われても、あくまで公式的にそうなっているだけの話です。話は後だ。とにかく一刻も早く泣き声の主を探してみよう。よかった。こんなところにいたのか。大丈夫かい？どこか怪我していないか？うはぁ！あらら。安心した途端、気が緩んじゃったのね。ロイド、私が代わるわ。ああ。よしよし、怖かったね。もう大丈夫だから。お姉さんたちがついてるからね。外にいた怖い魔獣はお姉さんたちが退治したわ。ここは暗くて狭いから一旦外に出ましょう。さあ、抱っこしてあげるからしっかりと捕まっていてね。大丈夫です。僕もう立てますから。そっか。男の子だもんね。名前はなんていうのかしら。アンリって言います。うん、鮮やかなもんだな。それでアンリ君、どうしてこんな場所に。鍵がかかってたはずだけど、どこから入ってきたの。金のある場所で遊んでて、そこにあった蓋を開いたらはしごがあるのを見つけて、それで。なるほど、あのマンホールから入ってきちまったわけか。あの入り口はデータベースに追記する必要がありそうですね。ちょっと待った。僕たちっていうことは他の子も一緒に入ったのか。の竜が一緒に冒険してみようって。でも途中で怖い魔獣に見つかって逃げてるうちにはぐれちゃって。そうだったの。ねえロイド、どうする。そうだな。時間がない。この子と一緒に奥まで行こう。いいんですか、その子を先に脱出させなくて。一旦二手に分かれて捜索を続けるって手もあるぜ。とにかく一刻を争う。いきなり戦力分散するのもあまり得策じゃないだろう。エリー、この子の守りを頼んでいいか。ええ、任せておいて。もし魔獣と戦闘になっても私がこの子に近づかせないわ。アンリ、これからお兄さんたちは
君の友達を探しに行く。ここにいたら君も危ないから、できればついてきてほしいんだ。どうだい？うん、僕キューのことが心配だし一緒に行きます。よし、いい子だ。護衛対象を守りながらの捜索だ。ええ、了解です。そんじゃもう一人のワンパク小僧を探すとしますか。との戦闘を開始。さてと、えい、任せてくれ。エイディア、任せて。そこよかった。先制可能、始めましょう。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。はっ、よし、上手だ。取らせたみたいです。よし、片付けるぞ。任せて。はい、分析を開始します。情報を入手しました。よし、行きます。ガンダーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルエーテルバスター。こいつはどうだい？ゾンギ
おっしゃあ、行くぞ。さてと、そこです。行くぞ。任せろ。エニグマ駆動。任せて。エニグマ駆動。そこだ。私の番です。あ、ほら、俺の番だな。えいっと、さて、甘いってろ。俺の番だな。おととい来やがるってな。なんとか片付いたわね。さすがにちょいと手こずっちまったかな。疲れました。びっくりした。リュウ、大丈夫？怪我とかしてない？うん、全然平気だぜ。それよりお前も無事で本当によかったぜ。お前どんくさいからな。俺が助けてやんないと魔獣に食われちまうと思ってさ。よく言う。自分だって魔獣に食べられそうになってたくせに。だいたい今度だと竜が入ろうって強引に。何言ってんだよ。最初にジオフロントの話をし始めたのはお前の方だろ。だからって本当に入るとか言い出すなんて。はいはい、言い争いはそこまでだ。ごめんなさい。兄ちゃんたち初めて見る顔だね。結構強いみたいだけど、新人の人たち？え？ったく、調子のいいガキンチョだな。助けられたんだったら、まずはお礼を言うのが先だろ。へへ、まあ助かったよ。危ないところもあったけど、俺もかすり傷一つなかったし、割と手際がいいんじゃね？そりゃどうも。でも無事でよかった。そうですね、どうやら終点みたいですし、一応セルゲイ課長の課題もクリアしたことになりますね。そうか。まあこんなハプニングがあるとは思ってもなかったけどね。そんじゃガキども送ったら警察本部に戻るとするか。どうしたんだ。あのさ、兄ちゃんたち、兄ちゃんたちってやっぱり新人なんだよな。ああそうだけど、しかしよくわかるな。制服だって着てないのに。制服？ひょっとしてお兄さんたちギルドの人じゃないんですか？え？ギルドってブレイサーギルドのこと？ギルドって言ったら他にあるわけがないじゃん。で、何？本当に遊撃士じゃないの？いや、俺たちはクロスベル警察に入ったばかりの新人だけど。警察の人間？嘘だ！どうして警察のお守りが
と事情があってさ、任務の途中で君たちを見つけたってわけなんだけど、でもそんなに不思議なことか？だってさ、警察のおまわりって言ったら腰抜けって有名じゃんか。え、態度も横柄な割に何の手助けもしてくれないって父ちゃんが言ってたぞ。いざという時は遊撃士の方が何十倍も頼りになるって。ああやっぱり。龍、失礼だよ。いくら警察の人だって僕たちを助けてくれたんだし。そうだけどさ、せっかくギルドの新人に助けてもらったと思ったのに。いろいろとあるみたいだな。おい、まずいぞ。勝ち目はねえぞ。分かってる。ここは俺が引きつけるから、みんなはなんとか脱出してくれ。ちょっと正気ですか？この状況じゃそれしか方法はない。ランディとエリーでその子たちを抱きかかえて、とにかく隙をついて逃げろ。それしかねえか。やれやれ、自己犠牲も結構だが少々短絡的すぎるな。気を抜かないことだ。かー、なんていうおっさんだよ。まとってるオーラが尋常じゃないというか。腕前の方も普通ではありませんでした。一体何者なんでしょう。そう、あの人。知ってるのか。名前くらいだけどね。というか、なんで私をそんな風に呼ぶのかしら。いや、なんとなくノリで。それで何者なんだよ、あの凄まじいおっさんは。ええ、多分アリウス・マクレイン、クロスベル・タイムズで何度か読んだことがある。遊撃士協会クロスベル支部に所属する最強の永久遊撃士。どんな依頼も完璧にこなし、
市民から絶大な信頼を得ている。クロスベルの真の守護神、風の牽制、アリオス・マクレインだ。なんだ？いやー、アリオスさん、またしてもお手柄でしたね。ずさんな市の施設管理のもと危機に陥ってしまった少年たちを鮮やかに救出した手際の良さ、最新号にバッチリスクープさせてもらいますから。すげえ！俺たち雑誌に載っちゃうの？でもそれってなんか嬉しくないような。グレイズ、あまり騒ぎ立てないでくれ。確かに市の管理も問題だが、この子たちの行動にも問題がある。いえいえ、あくまで読者のニーズに応えているだけですから。それに今回は面白いゲストもいるみたいですし、クロスベル警察の未来を背負う特務支援課初めての出動。いつもと同じように遊撃士に手柄を奪われるのだった。何を？おいおい、一体何だってんだ。マスコミの人間みたいですけど、どうやらクロスベルタイムズの記者の人みたいね。彼らに関しても決めつけはあまり感心しない。一応この子たちを最初に助けたのは彼らだ。ま、爪は甘かったようだな。あらら、やっぱりそうなんだ。ま、記事でいろいろ書くと思うけど、あんまり気にしないでね。それに関しても前に断っているはずだが。何でしょう今の。俺たちのことをピエロに仕立てようって腹みてえだが、結構好みのお姉さんだけど、ちょいと癖がありそうだな。そんな問題じゃないでしょ。それでロイド、どうするの？セルギー課長が出した課題はクリアしたし、一旦警察本部に戻ろう。子供たちの件についてもきちんと報告しないと。これはさっきもらった戦術オーブメント、もしかして通信が入ってきているのか。そうみたいですね。そこの赤いボタンを押せば通信モードに切り替わります。ああ、これか。ロイド・バニンクスです。セルギー課長ですか？あ、ロイドさん、私です。先ほど受付でお会いした。さっきの、一体どうしたんですか？まったく、一体何のつもりだね。任務に関係ないことに首を突っ込んだ挙句、アリオス・マクレイに手柄を持っていかれて、おまけにそれをクロスベルタイムズにすっぱ抜かれてしまうとは。いや、ですが。うるさい、言い訳無用だ。まったく、だから私は新部署設立だと反対だったのだ。あの
いまいましいセルゲイのやつが交換条件を持ちかけなければこんなことには。あの、それはどういう。ねえ、君たちには関係ない。言わない。国務支援会の配属を一両日中に辞退したまえ。おいおい、どういうことっすか。意味不明です。どういうこともそのままの意味だ。どうせ半年も持たない部署だ。絶対に出世の役には立たないぞ。それどころか問題に巻き込まれて経歴を汚す可能性もある。バカバカしいとは思わないかね。ロイド君は捜査官志望だったか。ならば捜査課のどこかに回そう。他の者もそれぞれ適性に合った新しい配属先を用意しておく。なーに、悪いようにはしない。一晩じっくり考えてみたまえ。なんか妙なことになったな。しかし配属を辞退しろと言ったって。どうやら警察内部でもいろいろとあるみたいね。噂程度には聞いていたけど。そうですね、これでは約束が違います。あら、約束って。いえ、こちらのことです。それよりもセルゲイ課長はどちらにいるんでしょう。そういや、そうだぜ。課題を出すだけ出しておいて出迎えもなしってのはどういうことだ。代わりに嫌味な副局長ってのにうちに力まれちまうし。なんだよロイド、元気ないじゃないか。配属を辞退しろっていうのはそんなにショックだったの。ああ、いや、なんだか思ってた場所とは随分違っていたからさ。新人ども、災難だったみてえだな。あなた方は。どの番だ。捜査二課に所属している。同じく二課のレイモンドだよ。噂には聞いてたけど、こんな小さな子までいるのか。もう、はじめまして、ロイド・バニングスです。エリー・マクダイルです。ランディ・オルランド、よろしくっす。どうようこそ、クロスベル警察へ。そっか、おめえがあの…警部？いや、なんでもね。しかし、セルゲイのやつも無茶なこと考えやがるぜ。こんな新人どもばかり集めて、市民どもの人気取りだな。え？それは…一体どういうことですか。なんだ、まだ話を聞いてないのかよ。いやー、しかし君たちも貧乏くじを聞いちゃったよね。大変そうな割には報われなさそうだし、僕だったら辞退してるだろうな。おめえはもうちょっと根性を入れた方がいいじゃねえか。今からでもセルゲイのところに預けてやってもいいんだぞ。やだな警部、勘弁してくださいよ。ま、大変だと思うが、セルゲイに付き合うかどうか一応考えてみてやってくれ。ただ無理はすんなよ。なんだったらまとめてみたり引き取ってもいいからな。どうも。それじゃ頑張ってね。あ、エリーちゃんだっけ。今度一緒に食事でもどうだい。実はいいレストランを見つけて。ほら、とっとと行くぞ。あいた、単なる社交辞令ですってば。
貧乏くじはともかく、大変そうなのは嫌かも。とにかく課長本人から詳細を聞いてみないと。受付で聞けばどこにいるかわかるかしら。なあ、うん、そうだな。もしもし、ロイド・バリングスです。それはもう…じゃなくて、一体どこにいるんですか。警察本部で待ってるって言ってたじゃないですか。ああ、お前らの荷物が届いたから引っ越しやり立ち会ってたんだ。なかなか親切な上司だ。荷物って、ひょっとして寮ですか。わかりましたよ。それで、寮っていうのは一体どこにあるんですか。ああ、正確には寮じゃないぞ。え、正確にはプロスベル警察特務支援課紛失ビルだ。そこの2階と3階がお前たちの部屋になってここは、あの雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年、取り壊し間近って感じです。本当にここが特務支援課の分室なの。ああ、間違いないとは思うけど。ああ、遅かったな。セルゲイ課長、とっとと中に入れ。この特務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問の全てにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。でもそれって完全に遊撃士協会の真似っていうか、ありていに言えばパクリですね。だよな。知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。永久遊撃士アリウス・マクレイン、風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘。なるほど、そういうことか。要はギルドのお株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。なんか露骨ですね。ま、ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。いろいろと合点がいきました。やれやれ、そんな部署で俺たちを働かせようってか。正直想定外ですね。まあまあ、そうせぐな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。な、
正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど細かい雑用も入ってくるだろう。気がない人間に務まるとはとても思えんからな。一晩考える時間をやろう。配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、今ならデメリットはない。全てはお前たち次第というわけだ。なんだかとんでもない場所に回されたみたいだな。遊撃士の真似事か。そんなことをするために警察に入ったんじゃないんだけど。兄貴が所属してたのは確か捜査一課だったよな。大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの三人警察格好も出てないみたいだし、いろいろ訳ありみたいだったけど。ここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。誰だ？ロイドだけど、ちょっといいかな？ああ、いいぞ。遠慮なく入ってこいよ。それじゃ、お邪魔するよ。あ、よ、ようこそ、俺様の城へ。お前さんの方も二ほどきは終わったのか？いや、まだだけど、どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあ、デスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。そうか。お前の方は、さすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。目指している目標？いやまあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？俺たちより年上だけど警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね、本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ねえ。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いやー、前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろ。あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。まあ気持ちはわかるけど、
おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった、考えておくよ。ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな？あ、うん、別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃあお邪魔します。終わってよかったわ。いや、お構いなく。しかしエリーも、もう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だからかな。え？なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味ではここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ？それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。え？まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。
何やってるんだ。どうもロイドさん、見ての通り端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。 ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え、ちょっと待て、いきなり訳が分かんないぞ。はあ、そうですね。ロイドさんは動力ネットワーク計画についてどこまでご存知ですか？動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団とサイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。まあこれもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ。はあ、要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報ネットワークを構築する、わかりやすく言うとそんなところです。全然わかりやすくないんだが、要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあこの端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。え？いや、そもそも俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話だけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。ああ、まさか本当にそうなのか。どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。その俺でよかったらいくらでも力を貸すから。あの、落ち着いてください。別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。え？私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。ああそうだな、ティオの言う通りだった。ごめんな、差し出がましいことを言って。いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。痛いところをついてくるな。やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。ティオ、端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、お休み。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。三人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。
ダメだ。なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。いい風が吹いてるな。ベルハイム。そっか、ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって何がしたかったんだ。おーい、君たちは。いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね。ああ、そうだけど、どうしてわざわざ。いやさ、そのちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち二人とも大怪我をしてたと思います。だからそのもう一度お礼を言おうって。そっか、二人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあアリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど、警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュー、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな、これから精進すればいいか。そうだ、二人ともどこら辺に住んでるんだ。よかったら送っていくよ。ああ、平気平気、西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。そのお姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。二人とも気をつけて帰るよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいか、ロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そうだよな。まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、もしもし。こちらクロスベル警察特務支援課分室ビルです。ロイド、その声はロイドね。セシル姉か。よかった、警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援
いや、まだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん。本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかったんだけど。気にしないで。私の方こそあなたを駅まで出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ。仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ロイドが冷たい。せっかく3年ぶりに再会するお姉ちゃんに対してなんてそっけないのかしら。なあ、もうなんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。うん、そうね。お母さんたちもロイドのことをすごく心配してたから。でも嬉しいな。やっとクロスベルに帰ってきたのね。うん、ただいまセシルね。おかえりなさいロイド。さて、返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なし。このまま厄介になりますよ。っていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。なんなら一課あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめんこむりますよ。警備隊暮らしならまだしも、ギスギスしたところはちょっとね。エリーの方はどうだ。私もこのままこちらでお世話になります。セルニー課長、改めてよろしくお願いします。ま、お前に関しては俺も予想外だったけどな。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。ええ、それはもう密度の濃い仕事ができるのを今から期待しています。うん、上等だ。ティオはまあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし。それより今日の午後、動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても。ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃ残るはお前だけか。ロイド・バニングス、警察学校のカリキュラムを座学、訓練ともに優秀な成績で終了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直うちには不釣り合いなくらい真っ当すぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか。いえ、いろいろ考えた上で決めました。セルゲイ課長、これからよろしくお願いします。ロイド、なんだよつまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだよ。あのですね、まあいい、今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておく。ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。ええ、了解です。おっと、そういや忘れてたな。改めて、ロイド・バニングス。はい。エリー・マクレイル。はい。ランディ・オルランド。エス。ティオ・フラト。はい。本日マルキュー〇〇をもって以上4名の配属を承認した。ようこそ特務支援課へ。バラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから楽しみにしてるといい。
天にまします我らがエイドスよ。御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんこと。信じられないぜ、あの元気の塊みたいだったやつが。可愛い恋人もいて、そろそろ結婚かと思ってたのに、どうしてこんなことに。くそ、警察は何をやってるんだ。身内が殺されたんだろ、また迷宮入りにするつもりかよ。確かご両親は亡くされてるのよね。弟さんどうするのかしら。大丈夫ロイド、無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉こそ、いろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。家族同然の付き合いじゃない。それにガイさんのことは私にとって、セシルね、ごめんね。一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど、遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに、変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺帰ってきたから、兄貴と同じ捜査官としてクロスベルに戻ってきたから、一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、ま、なんとか頑張るから、せいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、ま、何はともあれ改めて説明を補足しておこう。ロイド、捜査手帳を出せ。はい。警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。戦術オーブメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だがこいつの最大の目的は捜査状況の記録と確認にある。捜査状況？ロイド、説明しろ。な、はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則ではどんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてからそれを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるっていうわけさ。なるほど、合理的ね。うげえ、結構めんどくさそうだな。ま、基本はそんなところだ。しかしこの特務支援課ではちょいと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ティオ、用意を頼む。はい。皆さん、こちらへ。
ああ、一昨日の。確か動力ネットワークにつながっている端末だったかしら。はい、昨日のうちにセッティングしました。基本常時起動したままでログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。ここにその支援要請が。ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など、さまざまな依頼が考えられるだろう。必ずしもやる必要はないが、放っておけば遊撃士あたりに片付けられてしまう内容ではある。あなるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる、つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも本部が忙しい時に手伝いに駆り出されることもあるだろう。市内の巡回パトロールとか、どうでもいいデスクワークとかな。マジかよま、それはともかく、もう支援要請はこの端末に来ているんですか。おっと、そいつは自分で確認してみろ。確認した支援要請は操作手帳にメモしておけよ。了解です。警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのかな。ああ、そうみたいだ。でも、動力ネットワークか。なんとなくどんなものかは分かったような気がする。通信機と違って声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど、確かにいろいろ応用できそうかも。クロスベルでは様々な試験運用が行われています。警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だがな。概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか。好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後、正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな、最初だし本部への手前もあるから、一つくらいはこなしておけ。そうすりゃそこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。それとロイド、ついでに町案内でもしてやれ。町案内ですか。これから自分たちが守る町がどういった場所なのか、一通りその目で確かめてこい。そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは訪ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど、了解です。俺は大抵そこの部屋にいるが、昼寝やら雑誌を読むので忙しい。あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。そんじゃあな。ちょっと。おいおい、いい加減なおっさんだな。大丈夫なのかしら。先行き不安ですね。まあ、とにかく俺たちの初仕事だ。一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感じをつかんでいこう。ええ、そうね。
了解です。そんじゃま、行きますか。